皆さんこんにちは。今回は85層迷宮区周回でやるタンクの基本について説明していこうかと思います。現環境ではタンクが本当に必須で、パーティーに火力しかいない場合、そのうちの一人がタンクやりますって申し出るくらいタンクが必須です。でタンクやるには防御力がどれくらいあればいいのっていう人もいると思うんで言うんですけど、まあ俺防御力4300くらいありますけど、俺の感覚だと3000から3500あたりまであれば、それ以上あれば大丈夫です。まあこの防御力だけじゃなくて、例えばまあこういう残プロテクトとかね、こういう効果でねなんとかなる場合もあるんで、まあ目安ですね。大体の結局試してみないと分かんないです。で俺はカオス135で耐えられました。全然でタンク環境最強のタゲスキル、カリスマリーダーディアベルです。これ敵のヘイトを少し集めやすいって書いてあるんで、まあパーティーメンバーが通常攻撃ツンツンしちゃうとタゲが外れるんで、通常攻撃なるべく打たないでって注意しましょう、やる人いたら。で指輪にはコーヒーブレイクリズベットを入れてます。まあ、85層フロアボス炎症になる攻撃使ってくるんですけど、やけど耐性で大丈夫なんで、まあ、炎症ダメ何万も食らうので持ってたら使いましょう。でアビリティ編成なんですが、できる限り多く自動回復効果を積みましょう。この3秒ごとに HP 何点何パー回復ってやつで、少ない必須スキルで済ませたいっていう人がいたら、この戦線維持っていうアビリティ効果でギリ耐えられると思うんで、このアビリティ効果を持つスキルがオーダーで出たら狙っていきましょう。これ HP 半分以下で発動する効果で、3秒ごとに 5% 回復します。で30秒で HP 半分回復します。まあ最悪これ1枚でギリ耐えられます。まああとは俺防御力上がるやつね、これ1枚入れてるんですけど、防御力とか、まあさっき見たこういうね非ダメージ軽減のやつとか入れても合計で2枚ですね。最大で1枚2枚だと思います。でもやっぱり回復効果をできる限り多く積みましょう。このアビリティ4枚全部回復にしてる人もいます。それで耐えられるんだったら全然いいです。防御力高ければそれでも全然大丈夫なんで。でまああとはね、ここねディアベル以外はバフデバフ積んでますね。余裕があったら打ちます。で実戦なんですが、まずボス部屋に入ったらすぐボスの後ろに回り込みましょう。で必ず最初にディアベルを打ってください。じゃないとタゲが外れてしまいます。これ最初に打たないでタゲ奪われる人が案外います。でここで何よりも優先してディアベルを打ってください。もうクールタイム回復したらすぐ打つような感じで、もう他にバフデバフとか打てるような状態でも必ず何よりも優先してディアベルを打ってください。でここ85層フロアボスの HP が4分の1減った時に攻撃上昇のスタックバフが50増えるんですよ。これを攻撃力上昇効果を解除する効果を持つセーローランサーリーファっていうスキルを入れた槍モッドで解除しに行きます。セーローは攻撃モーションが長いのでモッドに入れて使います。片手コンのトラブルラビットシリカというスキルを持ってる人は武器チェーンしないでそのままスイッチで打てば攻撃力上昇効果を解除できます。あとはボスの攻撃力上昇スタックが20を超えたら聖狼などで消した方がいいですが、パーティーがこのように強くて倒すのが早い場合は打つ必要がなく終わります。で聖狼ランサーとか打たなくてもブレイクしたら攻撃力上昇バフが消えるんじゃないかっていう人がいるかもしれないんですけど、ブレイクタイマーって来るのがランダムなんですよ。でずっと来ないことがあったりして、で野良パーティーなど戦闘が長引くときは攻撃バフ消さないと死ぬことがあるんで、まあ、そうじゃなくても消さないとすぐ死んだりするんで入れた方がいいです。あとは道中のモブ狩りなんですが、道中は誰よりも先に前に行くっていうことを意識してください。2つ狩り場エリア先もあるんだったら、もう行けるんだったらそこまで行った方がいいです。まあ、とにかく前に行かないとそのボス部屋一番最初に入らないとタンクなしで火力が攻撃できないし、火事場で HP わずか残しなんで引きつける人とか死んじゃったりするんで、最初にボス部屋に入りましょう。で聖狼ランサーリーファを裏セットに入れて使うんだったら、まあ、モブ狩りは槍になるのかなって思います。でまあワンパンできないんだったら本当にモブに通常攻撃一撃入れて
あのヘイトを取って、でどんどん一撃ずつそれぞれ一匹一匹に一撃ずつ入れてってモブ集めするだけでもいいんで、ただやっぱり誰よりも先に前に行くのが優先です。あと最後に注意点なんですが、まあ、1バグっていうのが起こることがあって、そのボスと自分の位置が入れ替わっちゃったりするんですよ、ボスに接近しすぎたりすると。まあ1バグが起こっちゃったらしょうがないんで、まあ、火力が協力的に、まあ、なるしかないんですよ、あの空気読んで。まあバグったらとにかくすぐ後ろに回り込む、元の位置に戻るっていうのを意識した方がいいですね。なんかね、下手に動くとずれるっていう感じがする。特にボスに向かってそのステップ踏んだりとか、あのボスに向かって歩いてったりとか、まあ、そういうことをしていくとなんかずれやすい気がします。あとはパーティーメンバーでタゲスキル打ってる人がいたら注意ですね。まあさっき言ったようにこういうカリスマリーダーディアベルとか、まあ85層迷宮周回始めたての人がやりがちなのがこういう縦傷を打ってしまうってやつですね。これ敵のヘイトを集めやすい効果があるんで、これで頑張って貢献しようと思って片手再建で火力出すぞつって意気込んでこれ打って、まあ、戦線が崩壊大混乱ですねすることがあるんで。あとやっぱ始めたての人あるあるなんですけど、これ初期装備でみんな持ってるから、まあ、星4が足りてない人とかこういうの使っちゃうんですけど、これね敵のヘイトを集めやすいって効果があって、これも持っていくと戦犯になりやすいですね。であとは突属性が弱点の敵と戦う場合はこれパーティーを回復してしまうスキルを打たないことですね。打ってはいけません。なんでかっていうと突属性が弱点の敵にはやっぱ弓で来る人がいるん で弓がやっぱパーティーだと今一番強いんですよ。で HP が少ないほど強いんですよね。やっぱ回復してしまうと威力が下がってしまうので打ってはいけません。この回復についてはこのタンク界隈で有名なこの星降るサマータイムリスベット、これがスイッチで打つとパーティーにも効果が発生するっていうやつなんで、これスイッチ枠に入れないで使えば大丈夫なんで、まあ、片手コンでタンクやる場合はこれスイッチ枠入れずに使いましょう。まあ、ただ、まあ、打属性が弱点の敵と戦う場合はパーティー回復をどんどん入れてった方がいいので、まあ、これの場合はスイッチ枠に、あの91層フロアボスとかね。でまあなんか質問来そうなので言いますけど、タンクってどの武器がいいのみたいな。俺は片手コンをまずおすすめします。まあ、結局スキル揃ってる武器が一番いいんですけど、片手コンだと熟練度スキルでこの回復アイテム 50% 上昇とか、3秒ごとに HP を 0.5% 回復とか、敵の防御力下げるやつ、攻撃力下げるやつ、こういう熟練度スキル結構あるんですよね、タンクに良さそうな。だからこれがおすすめです。あとタンク始めたての人あるあるなんですけど、タゲ取りは何人もいてはダメです。絶対に1人に任せてください。であともう一つ注意点なんですけど、タンクはタスキ起こしに行かない方がいいです。っていうか行っちゃダメですね。ただタンク以外全員死んだらタスキ起こし行った方がいいんですけど、それまでタンクはやっぱ自分で受け切って、その間に火力の人があの他の人生き返らせるみたいな感じですね。あとねタンクにおすすめのスキルとかは、まあ、今回はあんまり細かく言わなかったんですけど、まあ、いずれあの攻略記事かなんかにまとめようかと思います。最後にこの動画を作るために撮影協力してくださった青木月夫と白騎士団さんというギルドのギルメン募集画像を載せておきます。このギルドさんのギル活に混ざった時の映像を使って説明しました。でこのギルドのシンシードさんが言っていたんですが、タンクに文句あんだったら自分でやれよ、俺がタンクやってたから早く倒せということでした。タンクに文句言うような人ってまずいないと思うんですが、こういう強気な方もいるので怖がらずにぜひやってみましょう。でまあこの動画でいろいろ言ったんですが、全てを要約すると一言で済みます。このディアベルを撃て、これだけです。ご視聴ありがとうございました。